日刊クラップストンプスインキンです。3月2日後、私高田亮介が、ただいまどこにいるか皆さんお分かりでしょうか。一面雪です。北海道旭川というところに来ております。せっかくなんでね、ちょっと散歩しようと思うんですよね。ちょっと散歩しますね。これはおそらくですね、道なんですけども、うなだれた石像で、ちょっとしたイルミネーションがありますね。雪だらけすぎてですね、原型がわからないです。もともとこういうところなんでしょうかね。そしてですね、今まだ8時前なんですけど、全然人が歩いてませんね。寒いですしね。雪国って本当これやばいですよね。こんなところで本当酔っ払って外で寝たりしたらマジで凍死ですね。これなんでしょう、とても美しい。わあ、綺麗。わあ、綺麗。あれは何でしょう。これがかの有名な旭川タワーですかね。綺麗ですね。そんな感じでですね、寂しくなってきたので帰りますね。マジで寒すぎてちょっとどうにもならんくらい寒いです。またこの雪の模様はですね、もう一本ぐらい撮ろうかなって感じですね。大阪あったかいんでしょうね。じゃあまた明日。